放送ウィリアムズとこの三沢世界タッグタイトルマッチをかけまして、三沢がウィリアムズ組に挑戦いたします。三沢から対ゴディウィリアムズ、来週からぞ。さあどうだ、かわした、ジャンボかわした、チャンス、しかしジャンボのダメージも大きいか、またまた場外戦へもつれ込んでいくんでしょうか。さあよくカウントを引いていなければなりません。もちろんカウントとアウトでもピートプレスルール移動があります。さあまずはウィリアムズ、さっきの棒を打ち付けられたお返しであります。ジャンボ鶴田、しかしこれ青井はちょっと危ないんじゃないですか。そのままに戻ってほしいですね。急ぐ戻しました。ジャンボ鶴田であります。スティーブ・ウィリアムズも今鉄柱さあ戻れ、ジャンボ鶴田戻ってほしい、ジャンボ鶴田戻ってほしい。スティーブ・ウィリアムズを攻撃するな。さあラスト、今椅子を持ちました、椅子を持ちました。うわーっといった、武井さん、水という話をしましたが、ラフライトでも強いジャンボ鶴田ですね。まさに濁流になってきましたね。濁流になってまいりました。さあそしてこの後あの鉄砲鉄のようなラリアット、あるいはジャンボキック、バックドロップを打つことができるんでしょうか。武井さん、先ほどのバックドロップはあの防がれてしまいましたが、痛めつければね、痛めつければ。しかし2度までバックドロップを打ってやっぱりボールが取れなかったわけですからね、これはちょっと一つの不安材料ではありますね。なるほど。さあ今度は何を持っていく、長期戦になりそうな気配もしている、アンブリカーに持っていく、絞り上げる、まるでスタン・アンセンと戦っているようだ。ジャンボ鶴田左腕を壊しにいった、これは田口さん、ハンセンですね。ハンセンですね。この隙間から見合っている三冠王座を狙う男たち、ハンセン、三沢、鶴田、ゴディ・ウィリアムス、高橋さん、男たち5人のそれぞれの